お店を始めたきっかけをお聞かせください。お店を始めたきっかけと言われると難しいけども、まあ、昔からとりあえずずっと何か一人でやりたいなと思ってて、で、まあ、それが特に何かっていうのはなくて、でも大学も普通に出たんだけども、まあ、大学卒業して、まあ、就職活動も一社か二社だけ受けて、いや多分就職しないなと思って、で、まあ、その後ちょっとワーキングホリデーとか行って、うん、で、まあ、外国行ったりして、で、まあ、スノーボード好きだったんでニュージーランド行って、ニュージーランド、うん、で、まあ、それ終わって帰ってきて、で、まあまあ何かまあやりたいなっていうのは頭あって、で、まあ、それでまあスノーボード好きだったから、あ、ちょっとまあスノーボード関係やりたいなと思って、だから最初長野にこもって、長野の八方根ってスキー場で働いてて、で、まあ、その後、まあ、そこで働いてて、ただそこで働いてると、まあ、結構なんだろう、まあ、最初はそれとスノーボードのプロじゃないけどインストラクターとか、なんかまあショップでもいいけどやりたいなと思ったけど、まあ、そういうとこ山とか困るとめっちゃうまいやついて、うまいっす、あ、これはちょっと俺レベル的に違うわと思って、まあ、ちょっとそこはやめて、スノーボードはやめて、で、まあ、その後、まあ、そこでまあ嫁と出会って、まあ、そのまま山形来たんだけども、あ、そうなんだ、そうで、その山形来て、そのスキー場でまあレストランで働いてたから、あ、まあ、ちょっと飲食も楽しいなと思って、まあ、飲食やろうかなと思って、でその後も居酒屋で、あのキッチンで働いてて、居酒屋でやってたんだけど、まあ、こう料理を作ると、まあ、毎回同じでしょ、大体メニューが決まってるから、まあ、そうです、毎日も一緒のもの作るっていうのがもう飽きてきて、ああ、ちょっとこれ同じことやるの向いてないなと思って、飲食もやめよう、で、その後、あ、でもまあやっぱ雪山が好きだからちょっとロッジとかいいかなと思って、で、その後蔵王で働いて、蔵王でロッジで働いてたんだけど、ただこれがなんていうのかな、まあ、冬が一番忙しいわけよ、あ、まあ、っていうことは冬滑れないわけ、ほとんど滑りたいのに滑れないから、これもちょっと違うなと思って、で、まあ、その後働いたのが、まあ、なんかあの総合リサイクルショップみたいなで、まあ、そこで働いてて、で、まあ、そこでまあ古着とか雑貨とかも扱ってるわけ、で、まあ、そこで、あ、なんかこれいけるかなと思って、あ、ちょっとこういう感じにしようと思って、まあ、まあ漠然と思ってね、で、そこで、まあ、店長やってたので、あ、なんとなくいけるなと思ったから、まあ、その後1年半ぐらいかな、ちょっと工場で働いてお金貯めて、でいざお金ちょっとある程度貯まったから構想を考えようと思って、で何やろうかなと思った時に、まあ、雑貨だと一番なんか縛りが緩いから、まあ、服も扱えるし、まあ、雑貨ですもんね、そう、ちょっとしたアロマとかも扱えるし、くくりが緩いから、これは秋っぽい俺でも飽きないかもと思ったのと、あと、まあ、外国好きだったから、あ、じゃあ輸入雑貨で、で、まあ、あとちょっと輸入雑貨のコンセプトを決めるっていう時に、なんかアジアは多いし、まあ、どっちかっていうとこう明るい色が好きだから、うん、あ、じゃあちょっとまあ南米とかメキシコあの辺はそんな店もないし、あ、やろうと思って、まあ、これをやることに決めたみたいな。結構ギリギリまで何か決まってなかった、です。そういう、なんていうか、紆余曲折あって、うん、たどり着いたというか、そう、だからまあ何か一人でやりたいっていうのは漠然とあって、ああ、まだ何かっていうのはちょっとまだ別に、まあ何でもよかったみたいな。なるほど。そうそう、お店を始めて良かったことは、まあ、一人でできることかな。ああ、まあ、なんか 何やってもいいし、まあ、そうそう、そう、まあ、まあ自由だよね、責任も全部あれだけど、それがやっぱりこう魅力であるというか、自分のスタイルでこういろんな自分のやり方で店をできるっていうのがいい。まあそう、だからなんかそれこそ物件を決めたのも、まあそう、ここはもうなんか内装とか外装も自由にしていいっていうところだから、なんかまあどっかのビルのテナントとかいると結構制限があるんですよ。ありますね、あの現状復帰とか、その壁に穴開けちゃダメとか、それ一切ないから、そう、だからまあ本当になんか自分の方法ね、本当にやりたいようにというか、イメージした通りに
できる。いやでもすごくあのオリジナリティがあって、なんかこう、ありがとうございます。心がこうなんかワクワクするような雰囲気があっていつも思ってます。うん、そう、まあなるべくなんかリアルなね、リアルな感じを。良くなかったことってなりますかね。良くなかったことはまあ。まあ、雑貨は思ったより儲からないっていうのと、あとまあ一人っていうのが結構最初はいいんだけど、ある程度だとやっぱ結構孤独で、孤独、そうだから、なんか今だとその会社とか普通に働いてて、このみんなで飲み会とかそういうのがなんかまああんまりしづらいよね。あとまあ相談もあんまりできないしね。あ、相談って言うとやっぱお金のことになるしね、ほとんど。うん、あんまりそういうのはあれだしね。なるほど。そう。だからまあ一人だからいいけど、いいけど悪いこともある。あ、やっぱり いろんな意見をなんか聞くときにこう相談すぐできる方がなかなかなかったりするっていうところですね。そうだね。その仕入れというのは基本的にはどちらからこう仕入れたんですか。まあ多分6割とか7割はまあ普通の業者、あの国内の業者さん、あとはまあ、あっちにいる人に頼んだりとか、あとはもう今それこそネットでどことでも連絡取れるから、あ、そのいろんな南米の直接とか、まあだから結構 現地の業者に直接連絡して送ってもらった方がまあ圧倒的に安いから。あ、そうなんですか。そうそう、あ、そういうあの棚卸しの専門の業者さんみたいな会社にもいるっていう。うん、もういるし、だからもう普通に現地の普通のお店でも、うん、まあ例えば買い付けに行ったら普通のお店で買うわけでしょ。まあ、大きいお店はもちろん現地の卸業者なんだろうけど、まあ、これなんかちょっと細かいものを少ない数とか買うのはまあ現地の市場とかで買うから。ああ、そうか。今のお店の方針というのはどういった感じですか。方針はまあなんかなんだろうな、まあまあ物に関することだけど、なんか なるべくその現地のもの、うん、だから例えば輸入業者を使うと結構生産は現地だけどデザインは国内みたいなのが、まあ、やっぱ衣類アクセサリーは多分ほとんどそういうのが多いのかな、ちょっとわかんないけど衣類とかやっぱ多いから。あ、そうなんですか。なんかあんまりうち衣類あんまり仕入れないんだけど、なるべくなんかその現地の人がデザインして現地の人が作ったみたいな、なるべくなんか素材もなんていうのかな、量産できないものというか。ああ、そうですよね。まあやっぱプラチックの人形とかだって1個作れば100個同じものができるのとかはやっぱあんまりよ好きじゃなくて、なるべくその現地感があるちゃんとあるもの。あ、でもそういうふうにやっぱりおっしゃれるだけあってすごくなんていうんですかね、一点物っていうか、うん、ここにしかこう買えないようなものがたくさんこうあるなというのは、まあ、同じもんでも、うん、まあ、手作りだって一個一個違うからね、やっぱり それの良さというか、この県外から今、うん、あの山田に来られてお店をされてるっていうことなんですけど、うん、山田の印象っていうのはどういった感じですか。山田、まあ、一番最初来た時は、まあ、めちゃめちゃ道が広い道広いなと思って、めっちゃ運転しやすいなと思ったのと、広いですね。うん、あとなんだろうな、あとまあ物は美味しいね、やっぱ。さくらんぼとかマジで衝撃受けたもんな、結構最初来た時本当に衝撃受けて。ラフランスもね。ああ、美味しい。あれも知らなかったわ。洋梨は知ってたけど。別ですもんね。別なら同じもんかと思ってた。ああ。これからお店をどういう風な感じでやっていきたいと思いますか。これから難しいな。まあまあ、全然今のままでもいいっちゃいいんだけども。だろうな、なんかまあどうせならもうちょっとこう名前を広めたいっていうのはあるから、あの売り上げがどうこうより名前を広めたいっていうのはあるから、なんかそれこそ
宣伝じゃないですけど、今ドラマとかにも雑貨を貸し出ししてるのよ。あ、ドラマ、ルパンの娘とか、あとバベル9作っていう。あ、そうなんですか。うん、で、まあ、テロップにこう、うちのロゴ出たりするんだけど、なんかもうちょっとそういうのとか知ってもらえたらいいなじゃないけど、せっかくなんかまあ珍しいものを使ってるからこう、ね、わざわざ東京から声かけてくれるから、うん、あのそういう意味ではこちらのお店でしかこうなかなかないものが東京によりもあったりするっていうことですよね。とかあと多分なんか大手のとこだとなかなかその貸してくれないとことかもあるんじゃない？それいろいろ条件とかね、あるんだろうから、それだけ、信頼もされてる店っていうこともいますよね、そういう意味では。まだね、2、3回ぐらいだけど、まあ、ちょっとずつ増えていけばいいかなと思って。あ、なるほど。そう、あ、その貸し出しもしながら雑貨も販売していったり。そう、やっぱ貸し出ししたものが返ってくるから。あ、まあそうですね、もちろん。そう、ちょっと芸能人パワー入ってるかもしれないし、なんかそういうね、ちょっとそういうなんでスピリチュアルとかパワーあるものとかも結構うち扱ってるから、そういう関係、そういうの好きな人も多いから、ちょっと芸能人のとこにあれば、ちょっとなんかご利益もあるかもしれないみたいなね。そうですね。そう、だからもう何歩か帰ってきてるんで、何歩かもう店内にも。あ、そうなんですか。もしかしたらね、誰かその菊池風磨くんが触ったとかあるかもしれないし。そうですね。そう、じゃあちょっと後ほどその商品の紹介なんかもしてもらっていいですか。あ、じゃあこちらの壁と作品のちょっと紹介をお願いいたします。はい、この辺はこれとこれとこれとあとこれも、あ、これはここの3つはその前回のルパンの娘に貸したのと、あとこっちは今回のバベル旧作で、あとこの辺、僕この辺の香水瓶は両方貸してるわ。あ、そうで、うん、だから全部で今まで多分 100点以上は貸してるから、雑貨。そうだから、まあいろいろこの辺のまあ分かりやすいもんから、はい、ちっちゃいもんから、はい、あと今帰ってきたて、撮影に貸してても帰ってきたのがまあこの辺、この辺はバベル旧作の方、これとか、あとこれとか、でもまあね、もしかしたらチラッと映るかもしれない。この辺あれだけどね、これがまあ台湾の漁師網バッグって言って、まあ台湾土産で言えばこれみたいな感じのものなんだけど、今ね、マイバッグ持ってないとあれだし。あ、そうですね。これ、まあ、漁師網だから強いし、うん、メッシュだし、まあ、なんか結構丈夫そうで。そう、丈夫だし、軽いし丈夫っていう。だからまあ山菜採りとかね、あ、畑やってる人とかすごいし。あ、いいっすね。これもおすすめ。まあちょっとどっちかちょっと夏っぽいけど、あ、アニマリートっていう、はい、まあ、チアパスとかともいう、まあ、ぬいぐるみなんだけど、ウールの歯切れで作ってるメキシコのぬいぐるみ。あ、メキシコ、うん、まあ、この辺もだからもうちょっと、あと1ヶ月か2ヶ月ぐらいでまたドッと あっちの現地の人から送ってもらう予定。あ、そうなんです。そう、メキシコの南米の雰囲気が出てますね、うん、そう、やっぱこういう色がね、はい、うん、まあ、カラベラね、これは一応なんていうのかな、いいもので。あ、はい、まあ、あっちってまあなんかあのリメンバーミーっていう映画見た人はわかるかもしれないけど、まあ、死んでも全く人間と同じ暮らしをしてるっていう考えがあって、死んだ後も死後の世界でも。で、ただ何が違うかっていうと、あっちの世界では苦しみと悲しみが一切なくて、だからこう死んだらハッピーだから、もう骸骨がみんな笑ってるっていう。そういう感じしますね。そう、だからまあ、ね、まあ、幸せの象徴でもあるし、あとまあ死んだら骨だから差別もないし、肌の色もっていうところで、まあまあいいものなんです。ああ、うん、そうですね。なんか幸せな感じがすごい出てますよね。うん。